ここね、走り抜けただけだから、アイテム全然回収してないから。ここ動かなかったんだっけ前来た時。1111だから結構強いね。全力で駆け抜けたからこの辺のアイテムほとんど取って、ドラゴンもいなかったけど、ここドラゴンに追われながら行ったような気が。こうやって見ると全然敵いねえな。取ってるね。ドラゴンに追われながら走ってた気がしたんだけど、ここ行ったっけ。そうだ、ここも行ったっけ。全部倒した。火力えげつねえな。で毒吐いとんや。今さら毒なんて出してこのまま毒いなら倒すもいいか。初めて行く場所。あら
アイテムだけか。タリスマン。これだ。何このアイテム。使ったことない。まあまあまあ、瓶が結構レアアイテムだ。あとはここから先だね。繋がっておいてくれればいいんだけど。クラゲ。敵、え、お願いします。とりあえず行ってない場所発見。アルターコード。とりあえず初めての場所だね。地の刃、地の斬撃、切腹。これ使いやすそうな感じするな。地の刃、武器を地で汚し。でも自分は傷つけるんだね。まあ、鉱山は行っときたい。犬もいる。本当だ。これ鉱山使い回しになるんだよね。さあ、5と6あたりが当たり前にあるところか。5来た。ってことはここクリアしたら5と6が買えるようになりそうだね。買えるとは言っていない。まず犬から。
強い。お疲れ様でーす。休憩の時間でーす。遠距離が有効。イルソンだの。舐めすぎ。舐め。一匹殺しておきたいね。一歩手前。強い。トロルハンマー、もう筋力40超えてるんでね、重量級の武器も割と使いたい方だ。まあ正直自分がどっからどう来たか分かんなくなってきてる。おっと、びっくりした。まだカンカン落としてるからね、仕事してる人いるんだなって。あれ、お石掘りのトロルさんの強いやつだ。来るタイミング間違ったよねとしか思わねえな。ダメージ通り過ぎだよ。グレートクラブ、あれー、おばちゃんがコウスキ売ってくれるようになるアイテムくれないの。ここはゴーがいっぱいくれるってだけだった。ね、その先に繋がってるわけでもないし。さすがにダメージ通り過ぎだよね。
あの両手持ちで弾かれないように、ね、戦えってことなんだろうけど、そんなんすらもういらないレベルだな。ただ5はいっぱいもらったね。まだカンカン落としてるから誰か仕事してないの？してるしてる。お疲れ様。休憩の時間だよ。5ね。あ、音がやんだ。この鉱山もね、打ち切りですね。終わりかな？うん、帰ってきたな。でもやっぱこっちから行けないね。この辺になんかね、山が。火山の先に行けないな。なんか見逃してんのかな。実はこの辺こっち側から行けるかもしれない。ただね、さっきのボスはあれ、おっとっと、襲えってやつがある。襲ってないから残ってるんだよ。襲うか。開いてんじゃん。グレートスタート。こっちのルートない？こっちのルート。このルート行ってないか。いや、行ったな。しか行けない。とりあえずここはここであるね。下はどうやっていくのかは分からんけど、んー、ここからも行けない。下に降りるルートあるかな。で、そこ渡るといまだにどう行けばいいかわからないところにたどり着いちゃう。
この辺から下に降りるルートがあるかもしれないね。行きたい。上に行くルートはあったけど、降り宝箱持ってんの？下から上に飛び上がってくるやつは見えた。おしゃ頭みたい。死ぬなこれは。こんながない人。あんま広くないね。ここだね。お、ってことはボスか。まさかのパリ。え、ちょっと待って。あ、あれか、シールドのおかげか。痛いぐらいだな。
強くなりすぎた。8800しかもらえなかったし。達成感がない。地のヘリケ、まあ俗に言うチーブキってやつですね。これなんだ、物理。あ、でもこれも出血ありだね。出血武器もそれなりに増えてきてるね。これだ、神秘17ね。筋力、技量ともに必要。くらえ必殺。なんだこれ。これの必殺ない。黄金樹に誓ったらどうなった？パラメータアップ？